華道家の狩崎省吾さんの作品で松山城を飾るイベント、華道家狩崎省吾の世界花のおもてなし in 松山城が8日始まりました。狩崎さんが全国で展開している歴史的建築物に行けるシリーズの一つで、城を舞台にした個展は初めてです。8日は竹を組み合わせた作品を配した本丸広場でオープニングセレモニーが行われ、狩崎さんらがテープカットしました。名城中の名城のこの松山城でさせていただけるということで、もうワクワクしながら、夢がやっとこれでね叶うなっていう形で、今回取り組まさせていただいたというのが、ね、実情でございます。作品は天守内と本丸広場の12箇所に展示されています。狩崎さんが2日間かけて県内産の柑橘や季節の花々などおよそ1300本を生けました。流木にみかんと南天を配した作品です。色鮮やかなオレンジと赤が流木に映え目を引いています。天守内では狩崎さんがデザインした着物と生け花が調和し、優美な雰囲気を醸しています。砥部焼や流木に鮮やかな花が大胆に生けられ、松山城を訪れた人たちがじっくりと鑑賞していました。愛媛県なので、はあ、みかんがたわわになっているところを生けていただいてとても嬉しいです。このイベントは25日まで開かれています。